こんにちは、綾乃です。ユニバーサルセッションというものをやっています。チャネリングで、ライトランゲージにして、お伝えしています。週の始まり月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしですか？夏休みも昨日で終わってね、今日から新学期というね、お子さんもいらっしゃるんじゃないでしょうか。まだ私東京なんですけど、9月に入りましたけど、まだまだ暑さというか気温は30度以上ね、上がったりしてますけど、でもやっぱもう空気が秋ですね。でも冬長いからね、日本ってね、四季があるように見えて寒い季節って長くないですか？もう10月ぐらいから涼しいっていうか、もう肌寒くなってくるから、10、11、12、1、2、3月に雪が降ることもあるから、もしかして半年近く寒い時期があるっていうような私の認識なんですけど、なのでまだね、残り少ない暑いね、この季節をね、楽しみたいと思っております。さて、昨日か自己紹介の動画をアップしたんですけど、で、ブログの方とかにもね、シェアさせてもらったんですけど、予想以上の反響で、なんかもうちょっとこちょばゆいというか、本当今更感っていうか、自分の中ではね、過去のことにも全く興味がないんで、なんかまたそんな話すんのかとかって思ってたんですけど、でも、やっぱり反響があったので、出してよかったなって思っています。そうだ、YouTube 新しくご登録くださった方ありがとうございます。私死ぬほど喜んでおります。ぜひなんか気軽な感じでコメントとかで絡めてください。そう、なんで自己紹介とか自分の過去とかさ、こう自分のことを語るのがいいやかっていうと、別に自分がね、嫌いじゃないんですよ。私十分自分大好きなんで、それは全然そういうことじゃなくてですね、そこそこ、いわゆるなんて言ったらいいんだろう、波乱万丈じゃないけど、いろんなことあったんですよ。で、結構いろんなもの見てきちゃったし、ダークサイドをにすっぽり落ちてましたとか、なんかそうそう、本当に結構ぶっ飛んでね、いたような時代もあったし、なんかそういうエピソードってさ、ほら、一見するとこうドラマチックっていうかさ、波乱万丈なんとか人生劇みたいな、そういうテレビが昔ありましたよね。今あるかどうかわかんないけど、そういう芸能人とかさ、そういうアーティストとかって、やっぱそういう、なんだろう、芸の肥やしじゃないけど、そうね、波乱万丈なことを経験しなきゃいけないんだみたいな、私も昔そんなところありましたからね。今となっちゃもう恥ずかしいの極みなんですけど、だそんな風に思ったりするのって、もう全然ピントがずれてるなっていう風に思ってるんで、だから私のそういう今までの生い立ちとかでさ、こんなこともあったんだ、すごいな、なんかこんな経験もして、やっぱり自分は普通だからなーみたいな、そんなこう感じで変換して取られたら嫌だなとかって思ってるのも正直ありましたね。でもまず公開しましたから、そう、決してね、知られたくないとかそういうわけじゃないんですよ。そう、そういうわけじゃないんだけど、そう、公開しちゃったから、あえてね、それでまあそういう、今ダークサイドにね、どっぷりの方とか、もう人生苦しくて苦しくて、みたいなさ、とか、もう恨み、つらみが私のエネルギーの全てですって方とかね、そういう人にもまあ、もしかしたらヒットしたかもしれないんで、まああえて、まあ今日ぐらいはね、そういう今一番苦しいですっていう方に、ちょっとメッセージなんかあるかなと思ったら、それ、私はね、あなたがどうこうって、決して言うとか、教えるとかさ、そういうつもり全くないんですけど、私なんかは、自分でそれをやってたなって、本当に思ってます。で、自分で作り出して、自分でその周りにいる人を、そのね、自分が体験したいと思ってることのさ、ドラマなり映画なりのキャストに見事に仕立て上げてさ、
でどっぷりヒロインをねある意味楽しんでたんですよね、うん、こんな私的なのを、うん、そういうところあったと思う、うん、こんなに苦労してこんなに苦しく悲しい目にあってとかね、親を早くに亡くしてとか、そうそうそう、うち私母親結構前に亡くしてるんですけど、なんで私はって何クソこの野郎みたいなところありましたけど、全然それ自分で選んでたから、すごい周りに振り回されてる人生だなって思ってる方は、それを楽しみたければ体験したいっていうのも絶対あると思うんで、うん、それを体験したければもうとことんとことんやりきる、うん、もう感情の中毒状態になってベロンベロンに酔っ払って、人生のそういうね劇場を味わうのもまあ三次元的でいいんじゃないでしょうかって思います。だけど今の私のこの自分の感覚とかさ、今の自分のこうなんだろうな、人との関わり方ってめちゃめちゃ楽なんですよ、当時に比べると、うん、生きるか死ぬかみたいなところ、まあ、究極論ね、まあ、そういう風になっちゃうのかもしれないけど、そうそう、そんなこと全然もう気にならないし、で私別にそんなにフレンドリーな人間じゃないと思うんですよ、うん、だけど合わないなとかさ、この人といると苦しいなとかって思う人とはお付き合いしませんから、だけどだからといって常に敵対心を抱いてるわけでもないし、好戦的でもない、そんな人とでも穏やかな挨拶は交わせるし、話だって別にできるし、だけど自分でそういう人と、過ごしたいって思わなければ過ごさないっていう、なんかそこら辺が割とあっさりですね。好きな人と好きな時間をね過ごしたいっていう、ただ純粋にそれだけなんですよ。でそういう風になっていくと、一見ねすごい我が強いとか自己中心的って見えるかもしれないけど、違うんですよ、すごい楽ちんで、その人が、うん、例えばさ、私が気の合わない人とでもさ、無理やりにもさ、なんかこうこうせねばならないみたいな感じでお付き合いしてたらさ、相手にとっても、まあ、迷惑っちゃ迷惑ですよね。お互いだって自分が合わないと思ってる向こうが合うってことはないから、うん、そうか、勘違いですからね。だからお互いにとってもハッピーな結果になるんですよね、結果として。だからそうそう、そういう話ちょっとずれちゃってね、人生の子ね、ベロン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 じゃないやなんていうの、なんていうんだっけ、ドロドロか、ドロドロな人生を、うん、やりきって、ある程度もねもういいかなみたいな、なんか、うん、思ったら自分でね現実を違うチャンネルを選んでね、違う風にシフトしたらいいと思います。でやっぱりね、どうしてもパターンとか癖とかさ、うん、そういうなんか慣れっていうか習慣みたいなことですかねっていう感情とかさ、行動パターンとかそういうのって残ってますから、ジャンキーみたいなもんですね、中毒状態になって残ってますから、もう思っただけでもねすぐ変えられないっていう、そこの最後苦しいループにはまる人いると思うんですよ。で私もそういう時は本当にいろんな人の助けを借りたし、うん、そうやって人に助けてくださいとか、うん、支えてほしいとか甘えるっていうこともできなかったですからね、うん、だからそれができたっていうのもやっぱり一つの経験で良かったと思うので、まあ、もし、うん、私は残念ながらそのね、あ、そうですか、お辛いですね、あ、ご苦労されたんですかっていうところのドラマの共演者にはなれませんけれども、うん、とりあえずね最後の最後のそういうパターンっていうのをねもう断ち切って、うん、違う今世のね最後パラダイスをね地球で味わいたいと思う方はぜひセッション受けてみたらいいかなと思います。チャネリングでドカンとねメッセージをねこうリアルにもらうのもいいですけど、ストーンセラピーなんかはねボディの感覚もかなりありますから、うん、そこで穏やかなねニュートラルっていうのをこう一度体験してみるのもいいかもしれないですね。あ、なんだこの平和な感覚みたいな、うん、でそこからこうなんだろう、変化のスピードもその人の、うん、望んだスピードで一
ったりします。まあ、今はちょっと外の環境というか地球自体の、ね、変化のこうあれがサイクルがこう早くなってますから、早いっていうサイクルじゃない、なんかペースか、うん、なんで結構こう強制的にね、わーっと変容していく波も来てますけど、でも最終的には自分がどんなペースで変化していきたいっていう、そこに主導権ちゃんと残ってると私は思うんですね。で、自分なんかもそうなんですけど、変わりたいと思いながらそのプロセスをね、あの家族と共にゆっくり歩みたいと思っている時期もあったんですよ。なので、あの一概にね、爆発的ななんかこうパラダイムシフトみたいなのを味わいたいと思いつつも、深層心理ではね、穏やかにあのゆったりとしたプロセスでね、あの移行したいっていう願いを持っている方もいると思うので、うん、そこら辺はまあ徐々に徐々に自分の深いところとコミットしてくると、あ、自分の本当のなんかね、望んでいるこう流れっていうのが見えてくるじゃないかなと思います、うん、あの本当は今日はちょっと珍しく言いたいことを項目なんかに書いてみて、全然あの足りなかったのでもう一本撮りたいと思います。じゃあ今日も見てくださってありがとうございます。ぜひ次の動画も見てください。